おはようございます。釣り子 TV です。デプスの金空エア 4.8 インチってことで、これのこんな使い方いかがですかっていうね、動画です。まずはこちらをご覧ください。それそうなんだけどな。あ、食った。釣れたぞ。英語がよし、引く、ありがとうさん、イエーイ、キンクエア来ましたよ。こんな感じでね、バチ抜けの時には効くんじゃねえかと思って、英語にね、デプスのキンクエア、そんで竿はね、サイドワインダーのエントリーモデル、デプスデプスセットです。イエーイ。こんな感じのね、アシストフックをつけて、こんな感じの仕掛けでございます。はい、というわけでね、まあちょっと暗くてね、わかりづらい、見えづらい動画だったかなって思うんですけども、シーバス釣り、それでもってね、この時期特有のバチ抜けパターンというのがありまして、そこでこれのキンクエアの浮力を生かしたね、リグを作ったら効くんじゃないかなと思って試したところ、大成功ということで、でね、ちょっとね、工夫をしてみたので、そちらね、見ていきたいと思うんですけども、まずはね、タックルはこんな感じで、デプスのですね、サイドワインダーエントリーモデルっていうですね、デプスのメンバーになると買うことができるね、ロッドなんですが、2フィートで、そして比較的、まあなんだろう、このスピニングにしてはね、重いものも投げれるなーっていうのと、あと2ピースになって、携帯することが便利っていう感じでね、あとはね、ほんとすごい安いんですけど、軽くてバランスがいい。ね、こんな感じでお気に入りで使っていまして、それにダイワの X-FIRE っていうね、リール P ラインを入れて使ってるんですけども、ですね、使ったリグがこちら、金空エアの、バチ抜けスペシャルっていうことでね、ちょっとね、針とかね、アシストフックとかつけて、こんな風にね、なっているルアーなんですけども、これと。まあ、シーバスでオープンウォーターで、波紋で引き寄せるっていうのがあるので、まあ、よっぽど変なとこにね、投げない限り、根掛かりも滅多にないので、針いっぱいつけちゃうっていうことで、アシストフックをつけております。あと、前の方がね、ストレートフックをちょっと工夫して、まあ、針の位置をセットバックして、オフセットフックだとさすがにちょっと、かけづらいかなっていうのがあって、針剥き出しにして、その剥き出しの針からさらに、アシストフックをつけてっていうね、こんな感じのリグなんですけども、ストレートワームだったら何でもいいじゃないなんて思うんですけども、何にしても表層でこう効果的に、なんだろう、 V の字の波紋を出したいっていうのがあってですね、できるだけルアーは浮き上がってた方が、いいんですね。沈めても食うんですけども、トップウォーターならではの、なんて言うんですかね、水面バコッガバッとかね、捕食音が聞こえたり、あとはね、そのバイトシーンが見えたりっていう、非常にエキサイティングなゲームなんで、で、そこでね、4.8 インチなんですけども、自分の行くエリアでは結構ね、こんなサイズのバチ、こんな色のバチが、よーくね、見かけるなーと思って、あれ、キンクウェアサイズ的には超マッチザベイトなんじゃないのっていうことでね、それでやってるんですけども、で、まあ空気をホールドするので、これだけ色々針を乗っけても、こうなんだろう、浮き上がらせやすいというかですね、水面付近にあるので、ちょっとね、巻くだけでこうパッて浮いて、こう水面にこうスーッと、この引き波ね、 V の字の引き波を
立てて、でその引き波の頂点めがけてシーバサバイトをしてくるっていうイメージなんで、そういった意味ではちょっとしたビッグベイトとかでも波紋さえ綺麗に出せればですねバイトさせることができるんですが、まあなかなかそれでバイトに至らないとき、こういうちょっとマッチザベイトみたいな雰囲気にしたら、いいんじゃないかなって思ってね試してみました。でね、ですね、作り方なんですけども、このキンクの中にそのね現場で作れるようにセットも用意してありまして、まずはねキンクウェアが入っていますよね。それと今回用意したのがこのザップのですねフェザーがついてるトレーラーフックですね。これこんなやつ、畑さんのプロデュースしたですね、まあスイミングジグ、ソフトスイムベイト、シャットテールワームなんかにこう装着するといいぜっていうね、こういう針なんですけど、これここの毛の色がまたなんかカモフラージュになりそうでいいなと思って選んでみました。そして、メインフックの方はこれはですねハヤブサの FPP っていうね、ストレートのやつの10番ということでね、これをですね準備して、でこれを用意したっていうのが、最初からですねこうなんだろう、ワームキーパーのようなねこういう部品がついてるんですね。あ、これズレなさそうでいいなと思ってね、現場でも使いやすそうだなと思って、でまあここにこういうナイロンのですねワームキーパーがあるんですけども、さらに引っかかりを良くするためにこのねところを切っちゃいます。まずねこれ切ってこう2個ねトゲが出るような感じ、まあナイロンのこれね、これで引っかかるようにして、それで針の出る位置をですねなんとなく見て、はい、それで頭から縫い差ししていきます、ね、はい、ね、これでまず1個目の、ね、針が完成。あとはもう別に簡単で、このね、アシストフックね、フェザードって書いてありますけども、こんなやつ、サイズはですね一番小さい S っていうのですけども、こうなってんですね。ここにシリコンの、針にちょんとかけると、これがね便利でいいんですよね。ここにまあ釣り場でサクッと準備しやすいなっていうのもあってこれ選んでみたんですけども、あとはストローク、そのメインフックからこの特殊な部材を使って後ろの方にかなりセットバックしてね準備できるんで、はい、こうやって位置を見てここに独特な鍵がついてるんで、こういうね引っかかるね、でキンクエア今穴を下に向けてかけてますけども、これをその穴にスポットセットする、こんな感じです。はーいね、なんか、なんというかミミズっぽいでしょ、ねバチってその要は釣り具屋さんで売っているあの磯目みたいなやつがね産卵行動なのかこう水面に浮上して大量にね、見えるっていうね、そういうの、それを、シーバスが変色するんですね。その、ベイトフィッシュとかだと追いかけ回して「いや」って気合い入れて食わなきゃいけないんだけども、この時期だけは、もうねちょっと弱ったこういった虫が、うようよと泳いでいるから、普段は土の中に隠れてるんだけども、それをもう食い放題っていうことでね、シーバスはもうこのバチが流れ出すとね、それをねこう変色するんですね。そんな時にこの浮くキンクね、どうかなっていうことで、そんでもって、まあ、今回はねこの
デプスのサイドワインダーのエントリーモデル、これでねやってみたところ、乗りも良かったし、うん、まああとはね、その2ピースなんで車とかにもねしまっておけるんで、あ、そういえばあの竿あったなと思ってね、スピニングタックル持っていったら、大活躍ということで、で1匹釣ったらね案外こうちょっとボロっとねなっちゃいましたね。ちょっとちぎれ出して、まあこれでまあしばらく使えたんですけど、まあこうなったらそうこれも外して、ただキンクエアのね使いどころである、例えばネコリグやるときとかまだ頭のあたりも元気だし、ハチマキのあたりもね、元気なんで、まあこうなったら取っておいてね、そのまんままだなんだろう、ネコリグとかでも使えるし、まあちょっと海がね、あの近くにある方とか、そのバチ抜け、うん、なんか変な虫がいっぱい泳いでるのを見かけて、それに何か魚が突っ込んでるんだよなんていうのを見かけた方はですね、こんなセットをね、忍ばせておいて、で、ひょいって投げるとね、いいことがあるかもしれませんので、おすすめでございます。何にしてもね、ぷかーっとね、浮かせやすいんで、なんだろう、ほんと微妙な差なんですけど、使ってみるとね、あ、キンクエアなんかすげえ使いやすいなって、そんな感じなんで、ぜひね、紹介してみようかな、なんていうふうに思いました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですね、キンクエアですね。それをバチ抜け仕様にしたら、シーバスが釣れたよっていう、こういう動画でした。はい、釣り子 TV でした。